タービンが作動しない理由は？格納庫のイニシエーターコアを確認した方が良さそうだな。はい、どうも皆さんこんばんは。 WD23 スタジオでございます。本日もこのマーベルズアベンジャーズをですねプレイしていきたいなと思います。第7回目なんですね。今回は前回このトニー・スターク、今ね私が操作しておりますトニー・スターク・アイアンマンを屋敷からね連れ出してきたわけなんですが、今回このトニー・スタークをね操作して、この今私たちがいるキメラとね呼ばれるこのヘリキャリアが今地面にいる状態で浮いてないんですよね。本来こう空を飛んで移動するタイプの基地なんですけども、まだ空は飛べてないというわけで、その空をね飛ばしていくっていう今日は目的を達成していきたいなと思います。ついでにちょっとこの辺も散策していこうかな。まだこの辺行ってないですよね。ジャービス、パパの帰宅だ。テックラボのチャイルドロックを解除してくれ。申し訳ありません、バナー博士が再配線を行っているため不可能です。はい、行けませんでしたまだね行けないみたいですね。ラボの方行くんですね。ここに。おいおい、一体何してるんだ。ああトニー、私のその専門的な知識をブルースに伝えてたの。面倒なことになりそうだな。役に立ってないよトニー。もうここにいた。ブルースもここにいますね。そして、カマラと今ねこの3人がこのキメラにね集まって操作できるようになっております。こちらの農村地帯から。ここ取り逃してた。ちょっと声取ってきましょう。はい、待て、これか。前は作動してたはずだぞ。そうですね。よし、ジャービス、時間を計ってくれ。 1.04 秒です。はあ、少し衰えたな。さすがトニー・スターク、早いですね。メインの格好のイニシエーターコア。ここで問題だ。スパークプラグのありかわかるか。イニシエーターコアは下甲板の隅にあります。正解。ご褒美をいただけますか。最大級のご褒美をあげよう。俺のパイだ。それは嬉しいですね。嬉しいですねは大読みでしたねさすがジャービス。人工知能ですけどね、本当に嬉しいのかどうかよくわかんなそうですね。はい、じゃあ下降りて、よいしょ。で、看板の一番端っこ隅っこ、はい、こっち側にはなさそう。こっちかな、あちら、こっちですね。この光ってるところでしょうか。うん、見たとこ安全基準を完全に満たしてるな。問題を見つけた。これをこう。おお、イニシエーターコアに違いない。エイムの巨大メカも似たようなコアを使ってるよな。それを手に入れたらこの古いヘリキャリアを飛ばせるんじゃないか。ええ、ですが誰かそれを調達しに行かなくてはなりません。ああ、俺はほぼ丸腰だしな。間に合わせで何か作れそうか。インベントリーにアーマーの部品が残っていないか確認します。助かる。なあトニー、僕はまだドアの修理が終わらないから、カマラの様子を見てやってくれないか。通信を切ってるみたいなんだ。いいとも。もちろん頼むよ。いろいろあったから無理してるかもしれない。わかった。カマラね、さっき座ってましたよね。どこか離れたんでしょうか。乗組員居住区の2階だろ。ジャービス、カマラは部屋にいるか。プライベートエリアに監視システムは設置していません。あいつはひどい。誰がそんなこと。あなたです。そうだった。カマラの部屋が
こっちがアルクでプライベートエリア。2階か、こっちか。よいしょ。さてと、ですね、年頃の女の子の部屋に乱入するか。やだ。おお、ちょっと、ごめん、ノックぐらいして。ああ、そのつもりだったんだ。うん。おい、ジャビス、乗員区画のロック機構が一部無効のままになっています。だそうだ、直しとこう。お願いね。指令デッキに集合だ。あとちょっとしたらな。君も来い。でも私ひどい格好だし。まあだな。いや、みんなそうだってこと。ひどいんだよ。ソーノが見た？なびくローブ、バカでかい肩パッド、笑える。いいじゃないか、その。ああ、プルキニね。ママが買ってくれたの。ムスリムの女性がスポーツとかに。イケてる。うん、分かったよ、着替える。いや待てって。結局は態度が肝心だ。実力を見せろ、堂々と。おい、そんなものか。よし、そう来なくっちゃ。そうだ、アップグレードの手伝いならできる。いつでも来い。本当？ああ、ブルースが何か言ったら、伸びるズボンしか履けないくせにって言ってやれ。ブルース、あの子なら大丈夫だ。強い子だな、気に入ったよ。それに俺のジョークで笑ってくれるしな。なあ、わかるよ。なあ、そのテックラボに来てくれないか。ドアの修理は大体終わった。了解、超伸縮ズボンくん。なんだって？なんでも、今行く。それではじゃあ超伸縮ズボンくんのところにね、行ってみましょう。はい。扉の作業はまだ終わってないのか。接続箱を丸ごと取り除いて再接続さえすれば。よくやった、そう難しくなかったろ。ここも少しずつ活気を取り戻しつつあるな。褒めてほしいのかい？そうじゃない、ただ見解を述べただけだ。うん、お、スーツありますね。あとは？そっか。何をするにしても代替電源が必要だ。キメラの動力はテリジェンだが、もう少し起爆性の低いものでも動けるように改造する。この地域のエネルギー源をスキャンしていますが、イニシエーターコアの候補を割り出すには少し時間がかかりそうです。それはともかく、新しいスーツがないと困るな。製造ユニットの修理用部品はどこで手に入る？めぼしい回収スポットを見つけたので、ウォーテーブルに座標を送っておきました。お手すきの時に。ウォーテーブルだな、了解。製造ユニットを直してピカピカの新しいスーツを手に入れるぞ。こいつを飛べるようにしてやらないとな。というわけで、プロトタイプのアーマーが手に入りました。とりあえずそれをね、これか、プロスタイプアーマー。はい、これをじゃあ着ておきましょう。そしてこっちかな、おテーブル。さあ行きましょうか。次ね、ピッカピカのスーツを、探すんですが、この A なところかな、ここかな、ユタ州の。ここで見ていきましょう。アーマーの追跡というわけでね、行ってみましょう。自身のアップグレードもなしにキメラの修理をするだなんて無理だ。ジャービス、何かあるか。エイムは試験型のドロップシップを稼働させています。
製造マシンの修理に利用できるかもしれません。残念ながら警備は厳重ですが。エイムの局地防衛は大規模な空中攻撃を想定してる。俺が一人で渓谷へ行ってうまく隠れながら飛んでいけばドロップシップに潜入できるだろう。危険ですが現時点ではそれしかないようです。ドロップシップを最後に確認した位置をハッドにアップロードします。警告の壁に阻まれ正確な情報は取得できませんでした。すぐ動いた方がいいでしょう。まだこのスーツはうまく使いこなせてないけど死にはしないだろう。瀕死でもな。急がなくてはハッドをアップデートします。エイムは我々の侵入を察知しているようです。電撃訪問と呼ぶのはどうだ。侵入ってなんか聞こえが悪いだろ。収穫の旅ですね。ちょっとね、古めかしいスーツにはなりますが、行きましょう。目的の収穫物がずっと同じ場所にあるとは限りません。急げばいいんだろ。まあ、奴らの兵器はどれくらいある。大量にでしょうね。エーデンの後、エイムはスタークインダストリーズから盗んだ技術でどれだけのものを作ったんだ。現段階では断定できません。おそらく大量にでしょう。俺は運のない男だ。明日かな。なかなかね、この飛行も難しいですよね。スーツと呼ぶのはいかがなものでしょうか。言うなよ。操作が結構難しいんですよ。この多分当たるとダメージ食らっちゃうので、まあ、ビームにしてもこのビリビリのね、ここにしても。ソーエレベーターから離着陸場へ行けます。了解。エイムはどこかの国と戦争でも始めるか。この弾薬もあなたのデザインに酷似しています。派手に撃ちまくりたくなるだろう。できますね。よいしょ。回復して、避けつつ、そして回復。まだ開かないか。あいつはやっぱ倒さないとダメみたいですね。
敵、この敵やっぱ攻撃を受けるからなかなか厄介ですよね。あと少し、よっしゃ強かった。よし、よいしょ。博士はさぞかしあなたのお墓の前で踊る日を楽しみにしていることでしょうね。なんだそれ、ブラックジョークか。やめろよ、想像しちゃったじゃないか。申し訳ありません。本拠地ですからね、さっさと。おそらくドロップシップはこの先にあります。なんとも心が落ち着く場所じゃないか。ドロップシップは一体どこにあるんだ。スキャン中。ドロップシップは安全な場所に移動されました。離陸前の捕捉は不可能です。スーツを 300% オーバーチャージすれば直線距離で行けるだろ。爆発の恐れがあります。それにあの警告は危険です。俺にはスピードが必要だ。やってくれグース、ついでにノリノリの曲も流せ。さあ、まさかの早いな。スーツが持ちません。タールトンがゴールデンエーカーズを燃やしたせいで。どこだ。俺にはこのスーツしかないんだ。逆だよね。よし。グローブから変な音がする。そのはずです。消音回路が消失しました。うわ、むず。難しいぞこれ。警告を発しています。よいしょ。いた。肘が燃える。スーツが壊れちゃうよ。ドロップシップが起動しています。またまたまた待て。その調子です。ジャービス、これはエーデンに対する俺なりの償いだ。あの子を助け、可能であれば俺自身の手でジョージのやつを叩きのめしたい。言われなくてもこのまま突き進む。ご注意ください、追撃砲に狙われています。行きます。任せろ。危ない。ありました。あれでしょう。遮蔽されています。このスーツのパワーを振り絞って、俺が近づいたら電磁パルスを発せ。やったぞ。ジャービス。はい。ドロップシップをスキャンし。製造マシンの修理に必要なパーツを見つけました。よし、あいつらの様子を見に行くとしよう。ブルース、カメラ、聞こえるか。はっきり聞こえてるよ。ブルースはハームルームでその知りたくもないな。それでそっちはどう。大成功だ。もうすぐ新しい衣装を着られるぞ。まもなく製造マシンがオンラインになるはずだ。やったね。ブルースに新しいヨガパンツを作ってあげなきゃ。ようやくスーツがアップデートできますかね。かなり隙間がありますもんね。この首のあたりとか腕のこの脇のあたりとかも、もう地肌じゃないですけどね、まあ服が見えてますんでね。楽しかった。カムバックもいいもんだ。はい、完璧でしたね。おお、お世辞が上達したじゃないか。さて、戦利品を見てみよう。こりゃ大当たりだ。これがあれば製造マシンを修理できる。そのお言葉が聞けて嬉しいです。あなたの今のスーツはその役立たずですからね。おい、役には立っただろ。この技術は見覚えがあると思ったよ。どれも俺のデザインがベースになってる。ほぼ同じというものもあります。エイムはスターク技術の買収をうまく利用してるな。資産だけにしとけばいいものを。まあエイムはね、もともとアベンジャーズデーが来るまではトニーたちアベンジャーズもね、
協力してましたから、やっぱりこの今トニーがね開発した技術とかも使ってるんじゃないでしょうかね。さっさと、そしたらスーツを直しちゃいましょう。そこですね。パターン、さまざまなアクティビティでパターンを獲得できる。ヘリキャリアに搭載されている製造マシンで解読したパターンを使ってヒーローの外見を変更するコスチュームを作成できると。なるほどなるほど。パターンにカーソルを合わせてですね。いいぞ、そう来なくちゃ。写真を撮れ、ジャビス。似合ってるだろ。上出来です。新たなヒーローアビリティが解除されたと。いやー、かっけー。ようやく昔の自分に戻った気分だ。製造マシンに加え、貯蔵庫や各エリアに電力を送ることができました。ミスター・スターク、あなたの保管庫に古い道具を検知しました。焼却処分しますか？おいおい、ジャービス、それゴミじゃない、俺のものだ。ちょっと見てくる。ご自由に。テックラボの上階にある。というわけで、今回ねこのスーツを獲得できました。まだねヘリキャリアを飛ばすところまでは行ってないんですが、ちょっとねここってまあ霧のいいところではあるので、今回は、これで終了いたします。またねこのヘリキャリアを今後飛ばすっていう作業があるかと思いますので、よいしょ、こんな感じで今ね地面に居座ってる状況ではあるので、アイアンマンスーツが手に入りましたから、今後ねいろいろ進んでいくんではないかなと思います。いいですね、やっぱこのスーツ。はい、それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。